ウィリアム・チャールズ・ルナリロは、ハワイ王国の第六代国王である。1835年、カメハメハ一世の異母兄弟カライママ夫の孫として誕生。ハワイ王国第五代国王カメハメハ五世が、後継者を定めないまま1872年に亡くなったため、憲法に従い、ハワイ王国始まって、以来初めて選挙によって選ばれる。 これにより、カメハメハ一世の直系子孫による王国支配は終焉を迎える。ルナリロ王は、肺結核にかかり、在位わずか1年に1ヶ月ほどでこの世を去る。遺体は一旦、王室霊病に安置されたが、遺言により、カワイア派を教会の墓地に、母親と共に埋葬された。ルナリロ王も、また後継者を定めなかったため、再び国王選挙が行われ、 カラカウアが選挙を制し、国王に選ばれた。新米派の政治家で、閣僚にアメリカ人を採用するなどの政策を実行した。ただし、在位期間が短いため、新米政治の影響は、生前には出なかった。死後、保守、新日のカラカウア王が即位したが、その頃には、ハワイ王国は事実上の傀儡政権となっていた。このことから、ルナリロの即位が、 ハワイ革命の縁因と言える。ありがとうございます。